特集です。大阪・関西万博に合わせて兵庫県が展開する兵庫フィールドパビリオンの第1次の認定プログラムが発表されました。今後さらに磨き上げをしていくというプログラムの一つを一足先に体験してきました。日本万国博の開幕までいよいよ秒読みの段階に入りました。海の玄関神戸港は外国からのお客様を迎える準備に大わらわ。いろいろのパビリオンが最終のお化粧をする万博会場は未来都市の夢がいっぱい。日本で初めて万博が開催されてから半世紀以上。2025年大阪・関西万博のテーマは命輝く未来社会のデザインで、開催意義の一つとして国連の加盟国が掲げる持続可能な開発目標 SDGs の達成が挙げられています。大阪・関西万博に合わせて兵庫県が展開する観光事業兵庫フィールドパビリオン、地域の活動現場そのものをパビリオンに見立てて観光客を県内に呼び込む狙いです。プログラムのポイントは地域の特色ある資源を生かした体験型であること、そして SDGs を推進する内容であることです。他の県もあんまやってないというチャレンジングなことですので、すごくこれからが勝負かなと。兵庫県としてのいわゆる万博に向けた大きな第一歩。先月第1次の認定として113件のプログラムが発表されました。例えば200年以上の歴史を誇る播州織の製造工程を体験するものや、神戸ビーフの歴史を学ぶもののほか、阪神・淡路大震災からの復興や防災をテーマにしたもの、文化・芸術に関するものなど6つの分野でさまざまなプログラムがあります。神戸市長田区にあるこちらの呉服店は兵庫フィールドパビリオンの SDGs 体験型地域プログラムの一つに認定されました。どんな体験ができるのか早速入ってみましょう。失礼します。プログラムの一つに認定された神戸市長田区の藤屋呉服店、創業122年の老舗です。1995年の阪神・淡路大震災で長田区では大規模な火災があり、町は壊滅的な被害を受けました。その後再開発事業が進められ、商店街の店主らもかつてのにぎわいを取り戻そうと奮起してきました。それじゃあ藤屋呉服店でできるのは神戸下駄などの花尾付け体験です。神戸下駄はつま先から前歯にかけて斜めになっているのが特徴で、のめり下駄、関東では千両下駄とも呼ばれています。神戸下駄はつま先が斜めになっているので坂道の多い神戸からその名がついたと言われています。このご覧いただいてますような、はい、可愛らしい花尾がありますよね。これが下駄の花尾なんですけども、これを選んでいただいて、はい、そしてこういうウコン型の焼き切りの台に素げさせていただくっていうのを体験いただくになってるんです。今回はウコン焼きの切り下駄で花尾付け体験をさせてもらいました。だってこっちの方やったらそういう白木の、まずは好きな花尾の柄を選ぶところから。
いやいろいろあって迷いますね。何やろう。中には古いネクタイなどの生地を再利用したものもあり、 SDGs の作る責任、使う責任の項目に当てはまります。この幅がネクタイの幅ですね。あ、へー、はい、こういうシックな色調のネクタイがもともとの材料なんですけども、それからこう作らせてもらった。じゃあそこがまさに SDGs。 SDGs ですね。そうですね。じゃあこのちょっと鮮やかな、はい、こちらの花尾にします。鼻を選んだら縄を下駄の穴に入れていきますが、意外に力がいります。痛いね。結構力いるね。力やりましょうか。いや、頑張ります。頑張ります。手切れるよ。手切れ。いや、入りました。大丈夫ね。あ、行きました。はい。はい。はい、続いて鼻緒がずれないよう独特の縄の結び方をしていきますが、難しいところは店長が優しくサポートしてくれます。これでいいね。近寄りましたね、はいはい、最後に前の方の鼻緒を固定すると、はい、完成です。完成です。およそ30分で自分だけの下駄が完成です。思ったよりやっぱり力と力がね、なんか細かい作業で大変だったんですけど、やっぱりしっかりねここが締まってて履きやすそうな下駄ができました、うん、はい、自分でこしらえるとすごくできたものが大事にしてもらえるだろうなっていうのが僕らは感じてもらえてありがたいんです。そしてもう全部コツを覚えてるんやから、具合が悪くなったとこは自分で修正してもらえば。せっかくなので下駄に合わせて着替えてみました。では早速履いてみたいと思います。おお、あ、すごい歩きやすいです。で、結構足にフィットして、いや、いいですね。下駄もあまり普段履かないんですけど、やっぱりこういう足元が下駄になると和装が着たくなりますよね。ちょっと身近にこう和服が感じられそうです。富士屋呉服店店長の増井さんは、万博に向けた機運を高め町の活性化にもつなげたいと意気込みます。大阪からというと一番にまず神戸やからで、神戸の中でも新長田、そしてこの新長田っていうところはお好み焼き屋のおいしいお店もあります。お寿司屋さんのおいしいお店もあります、まあ、そういう下町の楽しいところがたくさんありますんで、それ一つ一つまた楽しんでもらえたらありがたいなと思うんですけどね。やっぱり僕らの世代は、まあ、大阪万博というともうワクワクした思い出がありますんで、だから、そういったのが今度この2年間でまた皆さんにどん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 膨らんでいってもらったらいいなと思ってます。県は今後、認定したプログラムがより魅力的なものになるよう、サポートする人材を育成するなど、支援していくということです。